横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の坂本、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の坂本、マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは山田。第1球、初球を打った、センター前進、ヒットになります。山田、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球、あーっと、ショーフライになった、ファール、一塁へ牽制球を送ります。第2球、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、あーっと、ショーフライになった、ファールボール。次は4球目、あーっと、ショーフライになった、バッターアウト。右バッターボックスにはサンタナ、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球、投げた、ボール。第2球、投げた、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球、投げました、完全に外れた、ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球、投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、ストレートはボール、アウトコース高め。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球、投げました、ファールチップ、振っていきましたがかすっただけ。ランナースタート、打ちました、いい当たり、クリーンヒット。山田、二塁回って三塁へ、中継、スワローズ早くも先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは5番オスナ。坂本、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第1球、見送ってストライク。第2球、内角際どい球、ボール。第3球を投げた、直球見送ってストライク、追い込んでいます。打ちました。さあ、5球目、打った、ショート右、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ベイスターズ先制点を奪われています。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山崎。第1球、投げた、1球目ストレート、空振り、タイミング合いません。投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで、第3球を1つ外した、ボール。第4球を投げた、膝元、空振り三振。右バッターボックスは7番中村。第1球、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。第2球、投げました、見送ってストライク。第3球、1つ外してボール。投げました、ボール。第5球、投げました、打ちました、フラフラっと上がった、一塁キャンパスの手前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番長岡。第1球、ストライク。第2球、投げました、変化球ストライク、インローへ。第3球は1球外した、ボール。次が4球目、投げました、サークルチェンジ、見逃し三振。坂本、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって1対1です。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー小川。第1球、投げた、直球ストライク、インローへ。1球目ストライクから、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、見送ってボール。第4球は流し打ち、どうだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。
打順はトップに帰って山田第9投げた初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた見送ってボール。第3球を投げた外角低めいっぱいストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。さあ5球は5球目内角低め見逃し三振。セカンド竹岡第9ストレート見送ってストライク。さあ次の投球スライダーボール内角低め投球はこれから3球目。あっと引っ掛けた牧交代ヒット竹岡ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。第9投げました初球空振り少し迷ったか投球これから2球目ボール。第3球を投げました打ちました1・2塁間のゴロ牧取った1塁送球アウト3アウトチェンジ。スワローズファーストランナー残塁3回の表が終わって1対1です。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは村上。第9投げましたアウトコース低めいっぱいストライク。第2球投げましたストライク膝元厳しいところもう追い込んでいます。村上振り逃げ一塁に走った戸柱今拾った。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。第9ストライク膝元厳しい球でした。まずは入れてきました投げましたボール。第3球を投げたストレート決まってストライク。さあ4球目アウトコース低めいっぱい見逃し三振外角低めいっぱいに決まった第9投げたボール一塁ランナー走ったキャッチャー二塁送球間に合うこれは悠々セーフ盗塁を許します。投球はこれから3球目打ちましたこれはピッチャー真正面アウトこれで2アウトランナーは二塁変わりません。第9投げた初球外れてボール。第2球投げた2球目ストライク。第3球を投げた打ちましたファウルボール。第4球を投げましたサークルチェンジ空振り三振低めの変化球でスイングアウトを取りました。リプレイをご覧ください。坂本ワンアウト2塁のピンチでしたがここは0点に抑えました。4回の表が終わって1対1です。5回の表1点を追いかけますスワローズの攻撃。この回の先頭初球から打ってったファースト左への打球佐野1塁ベースを踏んでアウトこれでワンアウトランナーはありません。バッターはピッチャー小川。第9投げましたまっすぐ見送ってストライク。第2球投げましたアウトロー外れてボール。投球はこれから3球目打ちましたこれはショート真正面1塁へ送るアウトこれで2アウトランナーありません。バッターはトップに帰って山田。第9初球はストライクまずは決めてきました投げました2球目ストライクこれで追い込みました。第3球はボールアウトローへ。第4球を投げました追っつけた打球はライト右へこれがヒットになります。ライトからセカンドへ山田ツーベースベイスターズ同点のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。今日は安打を放っていますバッターの竹岡。ベイスターズ一打同点のピンチを迎えています。投球これから2球目低め外角ストライク。第3球を投げた決まったストライク追い込んでいます。第4球を投げた148キロ直球空振り三振。さあリプレイです。坂本2アウト2塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。5回の表が終わって2対1です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはサンタナ。今日はショート流し打ち佐野下がっていったワンバウンド。サンタナいいバッティングを見せました。バッターは4番村上。これが3度目のバッターボックス。第9投げた直球ストライクアウトローへ。タイミング合いません。1球目空振りからインコース低めストライク。第3球は
1球外してボール。投げた、変化球、空振り三振。バッターは5番オスナ。今日はショートゴロと三振。投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました、投げました、内角低めいっぱいストライク。追い込んでから第3球を1つ外したボール。第4球を投げました、高め際どいボール。次は5球目投げました、打った、ファール。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。ベイスターズ見事勝利です。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手坂本。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。